こんにちは、手相メンタリスト高海と申します。ご視聴していただきありがとうございます。手相知識を使いながら少しでも心が軽くなるような配信を目指しております。ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。手相をご自分で見る時のポイントとして、ハンドクリームを塗ってから見るようにしてみてください。しっかり塗り込んであるとツヤが出て視野を判別しやすいからです。それでは解説に移っていきます。本日は素敵な人との出会いや恋愛の始まり、結婚のサインを手相で見るのに重要なポイントを解説していこうと思います。それを見る際に大事な線になるのが開運線というものと影響線というものです。開運線とは理想的な相手との交際スタートや結婚など自分の願望が叶うことを示すものを指します。影響線とは人生を共に歩む素敵なパートナーの出現や人生に素晴らしい影響を与えてくれる人との出会いや結婚を示す線になります。これら2つの線を理解することで自分に訪れるおおよその開運時期を知ることができます。そのようなタイミングを先に知っておくことでそこに向けて努力もできると思います。あくまでも開運時期というのは自分が努力するための目安になるようなものです。たかが手相だとは思いますが、知っておいても損はないと思います。それでは解説に移っていきます。まずは開運線について説明していきます。開運線とはそもそも努力してきたことが開花したり、普段から思い描いている幸せが突然に訪れたりするものを指します。基本的には生命線から中指の下や薬指の下、小指の下へ向かって伸びるものを指すのですが、今回の場合は恋愛や結婚にフォーカスしたものになるので、中指や薬指へ向かうものを指します。生命線上のどこから開運線が上っているかを把握し、生命線の流年法を使ってその開運時期を見極めていきます。人差し指の幅分を生命線上に置き換えていきます。人差し指幅1つ目を21歳として定めます。2つ目を30歳、その次を40歳、その次を55歳、最後を81歳として定めます。さらに伸びている方は100歳として定めてみてください。こちらを使って自分が何歳ぐらいで開運するか、おおよその時期を見極めてみてください。その時期へ向かって努力することで、結婚や恋愛を含めた開運事が必ず起こるとされます。次はパートナー線というものがあります。こちらも開運線として知られています。こちらの場合、生命線の内側に現れるものを指します。生命線の内側約3ミリ以内に寄り添うような線を指します。パートナー線は幸せを与えてくれるパートナーの出現や深い愛情に包まれるという意味があります。パートナー線は左手にあれば相手から愛され、右手にあれば自分が愛するという意味を持っているとされます。両手に同じ位置にあるのであれば最高に幸せな愛情生活を送ることができるとされます。生命線に寄り添うようなパートナー線の場合は、線が出始める時期に結婚など愛情生活が始まり、その後も幸せが長く続くことを表します。生命線に入り込むようなパートナー線の場合、生命線に合流した時期に婚約や結婚する可能性が高いということを意味します。こちらも先ほど紹介した生命線の流年法を使って、いつ自分にそのような時期があるのか、あらかじめ把握しておくのもいいでしょう。次は影響線です。今回は運命線を使っていきます。運命線に合流する線を影響線と言います。この層は運命の人と巡り合う、またはゴールインするという意味を持っていて、とてもいい層です。生命線側から現れる影響線の場合は身内を意味することになるので、身内の紹介やお見合いによる出会いや交際スタート、婚約、結婚などの意味を持ち合わせます。身内の中には古くからの友人なども含まれるとされます。反対方向から出る影響線の場合は他人という意味を持ち合わせるため、学生の時からの知り合いや職場の人など身内との関係のない状況で出会った人や、全くの偶然の出会いなどで結婚につながることを意味します。どちらも影響線が運命線に合流する時期に出会いや結婚する可能性があるとされます。こちらは運命線の流年法を使って見極めていきます。中指の付け根から手の付け根までに1本の線があると仮定します。こちらを4等分していきます。手の付け根を0歳、ちょうど真ん中のあたりを30歳、中指の付け根を100歳として定めます。0歳と30歳のちょうど真ん中を20歳、30歳と100歳のちょうど真ん中を52歳、30歳と52歳のちょうど真ん中を40歳、52歳と100歳のちょうど真ん中を75歳として定めます。こちらの流年法のどこから影響線が出ているかで、運命の人との出会いを見極めてみてください。
本日は出会いのタイミングを知るような線について解説をさせていただきました。いかがだったでしょうか。どちらも必ずその時期に起こるというものではありません。手相も変わるものですから、あくまでも努力するための目安ぐらいで捉えておくといいでしょう。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。